俺自分の作品を初見でいいなと思ったことは今まで一度もないんだよ、うん、なんていうか、わかります、素直に見れないっていうか、はい、反省点ばっか探しちゃうから、ああもうダメだもう終わったっていつも思っちゃうんで、どの作品見てもわかります、でも妻夫木さんもそうだなんてすごい意外です、はい、ずっとずっとすごい意外ずっとです、ウォーターボーイズの頃からもうずっと今もああもうダメだ終わったっていつも思っちゃう、なんでこうダメなんだ俺芝居できないんだろうなっていつも思っちゃう、意外ですね、意外ですね、なんかちょっと安心しますね、わかるわかる、そういう人もそう思ってらっしゃるって、なんかお客さんに見てもらってようやく安心できるのかもしれない、あでもそうですね、いやよかったってなんか後で信じてきたのは間違いじゃなかったんだなとか思えたりはするのかもしれないけど、